皆様ご機嫌いかがでしょうか。木部夏樹です。この時間は第3回提携グループ杯女流レジェンド戦決勝の模様を東京市ヶ谷の日本棋院会館流星スタジオよりお届けします。さて本日の決勝戦を解説していただく方をご紹介しましょう。解説は吉原ゆかり六段です。吉原六段よろしくお願いします。よろしくお願いします。2021年から始まったこの棋戦も今回で3回目。名称を提携グループ杯と改め、提携株式会社をはじめとするグループ各社の協賛の下で囲碁ファンの皆様へお届けする棋戦となりました。吉原六段、このようにたくさんの企業の方が囲碁界を応援してくださるのは本当に嬉しいことですよね。そうですね、本当に私たち囲碁界はこうして応援してくださっている皆様のおかげで私たちプロとして戦っていけますからね。はい、はい、ありがたいです。改めまして黒番が小山照美七段。白番が小林泉七段という握りの結果となりました。それではまもなく対局開始となります。握りまして小山照美七段の先番となりました。小宮6目半、待ち時間はそれぞれ1時間30分、5分前より60秒の秒読みとなります。それでは始めてください。よろしくお願いします。黒16の4、右上隅星。白4の16、左下隅星。黒16の17、右下隅小目。白4の3、左上隅小目。黒3の5かかり。白17の15かかり。対局は小山照美七段の先番で現在6手目まで進んでいます。それでは吉原六段解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここまで早いですね。そうですね、はい、比較的こう小林七段の方がテンポが早いと言いますか、はい、迷うことなく。そうですね、小林七段結構いろいろ決めて打つタイプなんですよね。なるほど、序盤研究するタイプなんですね。そうですね、はい、ですのでこの布石はもうこうなったらこうやろうと思っていたような気がしますね。そしてお互いこの小ゲームがかりをして黒がまずはこちらの賭けから仕掛けていきました、うん、そうですね、このかかりの状態で手を抜いてると今はもうここに打つことが圧倒的に多いですよね、確かにこう以前は一路ずらすとかいろんな手があったような気がするんですが、はい、今はもうほとんどこの賭けが多いんですけれども、うん、一時はこのかけたら黒がいいって言われていましたよ ね、 はい、ですけれども今はまあかけられてもまあ打てるというこれは一局で、はいはい、というふうになってるようですね。比較的こうかかり手を抜くっていう選択肢も最近では選ばれるようになりましたか、はい、そうですね、はいはい、ここで一旦手が止まっていますね、うん、そうですね、はい、現在画面の下に出ております数字は AI の評価値となっておりまして、小宮は6目半の設定で対局開始時には白が52、黒が48という数字からスタートしています。そうなんですね、はい、若干白よしの数字なんですね。一番最初はちょっと白がいいみたいなんですけれども、あ、ここで一間に高く挟みました。16の13、はい、これ小林泉さん準決勝で桑原さんと打った時も、はい、うんうん、この黒の打つ今黒挟んだんですけれども、はい、その前まで小林泉さん白番で同じ布石だったような気がしますね。なるほど、はい、まあ、
これ放置してるとやっぱり上からこうピタッとされますと、いかにもこうぴったりの感じですよね、はい、かなり光景に見えますね。そうですね、まあ、あえてこうやって打たすこともあるんですけれども、はい、まあ、こうやって、はい、でなんかこんな風につけてったりして、なんか隅をちょっと生きに行くような、はい、そうですね。でまあなんかこんな感じで打って、はい、まあ、ちょっとこう厚くするけれども、ここ辛く打つような打ち方もあるんですけれども、はい、まあ、なんとなくただこうつけられるとちょっと嫌ですよね、はい、黒はもう文句なしの光景ですよね、はい、ですのでやっぱりここでは飛んでいくのがすごく多くて、はい、昔の定石だとここで挟んでですね、 ありましたね、ありましたよね、こうやってで、こう私もたくさん打ちました、打ちました打ちましたこういう定石よくありましたよね、はい、昔こんな感じで、はい、そうですね、まあ、ここで白はいろいろ打つ手があるんですけれども、はい、こういう定石がすごく昔流行ってましたよね。厚み対実利という、そうですね、定石ですよね、はい、まあ、決してこれで悪いわけではないと思うので、こういう打ち方もあると思います。実戦は今一間に飛びましたね、やはり、はい、14の16黒も桂まで、はい、そうですね、こういうところはすごく大切なところで、これ打たないとやっぱりこうやって包囲されてしまうと、はい、一気に黒が苦しくなりますので、なんかもう景色が一変しますね、下辺の方向が。そうなんですよね、はい、だからやっぱりこう定石とされている手っていうのは理由がありますよね、うん、ちゃんと愛用されるだけの理由が、ね、あるんですね、はい、ここでこうこれまでかなりテンポよく進めていた小林七段がちょっと手が止まっているので、はい、次の手も注目ですね。そうですね、やっぱりあの研究というかよく打つ布石とちょっと違ってきてるんでしょうね、うん、逆にでも小山七段はそれを狙っていたということもありそうですよね。ありますよね、はい、あ、押していきましたね、はい、そうなんですよね、最近こういうふうに押していってこれ打ってから挟んでいくような打ち方もあるんですよね、はい、先に厚みを作ってしまおうということですが、もうためらうことなくどんどん押していきます、はい、いっぱい押しましたね。これその車の後押しといいますか、結構黒下辺側はいい形ですけれども、それを気にしない。そうですね、もうもちろんそれはもう折り込み済みで打ってるわけですよね、はい、広めに挟みましたね。こう悩ませてるのがいいんですよね、ちょっとどっちかなとなるような、はい、逃げたい気持ちもあるし、向こうから冷たい気持ちもあるし、ここはそして大保留と。そうですね、ありましたね。やはり左上が欠けている形ですので、はい、ちょっとこう黒の勢力がありますから、ここを広げていきたいということでしょうね。最後こう期待したい空間なんですね、黒としては。はい、一旦かかりを打ちまして、はい、まあ、ここは開けば自然ですか。そうですね、はい、星あたりに開けば自然でしょうけれども、うん、まあ、流行りの左下に3線につけていくのと悩んでいるかもしれません、はい、かかり1本で肩をついていきましたね。これはこういうの忙しく打っていこうということでしょうか、はい、そうですね、やっぱりまあ爪ぐらい打たれると、はい、今黒が打った手の一路下ぐらいに打たれたりするとちょっと逃げにくいですもんね、はい、これ逃げてもあんまり幸せになれなそうな、はい、ですのでその前に逃げ出しておこうと。小山七段結構力も強いので。あ、そうなんですか、はい、多分ですけど、この下辺の白を攻めるぐらいの気持ちもお持ちな気がしますよ。なるほど、はい、白が弱いし2つなんじゃないぐらいのそうです、ね、主張をしてるのかもしれないですね、はい、黒まあ、白は強いですよと言って、黒はいやいや、うん、あわよくば攻めのターゲットになるんじゃないですかと言ってるような気がします。でもそれこそこう最近すごく流行しているダイレクト三々の形とかでも、厚みだと思ってたのにすごい攻められちゃったりとか最近するようになって。よくありますよね、はい、油断ならないですよね、はい、こういう形でも。そうなんですよね、この厚みと捉えるかターゲットと捉えるか、ここはもう状況によって変わってきますよね。小林七段今日はたくさん押してますね。そうですね、はい、まあ、右辺渡れればいいんですけれども、確かに綺麗につながれるなら、はい、はい、まあ、そんなに簡単には渡れなそうなので。あ、でもやっぱり一回打ちましたね、はい、
白18の11。もう一手打てば比較的綺麗に渡れてはいる形になりそうですが、はい、ですね、でもここは簡単には黒は渡らせないんじゃないでしょうかね。ここは攻めっ気を見せてそうですね、小山さんは攻めたいタイプですのでね、もし渡ってもいいと判断するなら、はい、まあ、自分は逃げるぞという手もなくはないでしょうか。あと、まあ手を抜くような手もあるでしょうけれども、気分を踏まえて分断を、うん、そうですね、吉原六段は予想という、はい、そうですね、はい、今ちょっと、ね、押し忘れてましたね。集中しすぎてしまっているということでしょうか。でもそれこそ小林七段、まあ、普段の対局とか見ていても、はい、そういったミスあんまりしないイメージなので、気合の表れというか、そうですよね、それだけ入り込んでるのかなって今の仕草で少し思いました、そうですね。そういえば少し前、あの木部さんも小林さんと対局されてましたよね、はい、いや思い出したくないです。あ、そうなんですか。半目負けだったんですけど、そうですよね、半目でしたよね。結構最後までチャンスあって、あ、そうなんですね、はい、いやでも私、うん、泉先生と打たせていただいたのは、うん、確かその対局が初めてだったんですが、はい、普段お話しする時の印象ってすごく、はい、もう明るくて優しくてっていう、ね、そういう印象だったんですけど、柔らかいですよね、対局前の気合の入り方があまりに空気が鋭くて、うん、ちょっと、まあ、怖いくらいのなんかギャップ、いい意味でギャップにびっくりしました。わかります、そうですね、はい、泉ちゃん本当に普段は優しくて柔らかい方ですけれども、対局の時はもう本当に、はい、もうすごくもピリッとした感じのね、気合を感じますよね、はい、そうですね、その結構直後というか少し後に、はい、あの平塚で行われた女流棋聖戦の解説でもご一緒させていただいたんですけども、その時にはいつものニコニコの泉先生がいらっしゃいました。そうですね、本当に泉ちゃん昔から囲碁が大好きで大好きでですのでね、黒17の12、あ、はい、やっぱり止めましたね、止めましたね、はい、これはこう棋風によってちょっと打つ手が分かれる場面だったのかもしれないですね。そうですね、はい、あのまあそんなに攻め気のない人は何も打たないということもあったかもしれないですけどね、まあ、他の手だと渡りは残りますよね。なるほど、やっぱダメを詰めてることに結構意味がありそうな、はい、黒16の11、そうですね、これあのまあ形はこういう手の方が、うん、あのいいんですけれども、それだとここに打ってると一応渡りがあるんですよね、はい、例えば、まあ、無難しようとしても、はい、こういった手になるんでしょうか、はい、でまあ、こういう風になった時に、うん、まあ、こうやってつないでも、まあ、どれか この石が取れるわけではないんですよね、うん、ただこれがもしここにあると、あら、同じようになった時に、はい、取れる形になってます。そうなんです、ここに打てばこの石を取ることができますので、うん、ですのでここにダメを詰めておいたんですよね。これは大きな違いがありそうですね、はい、で実戦のように打っていればここに渡りが残らないですよというのが小山さんの主張ですね、はい、ただ代わりにこう覗かれた時とかは一瞬ちょっと、はい、うってなりますかね。こうなった時にちょっとこう形が空き三角ですのでね、これはちょっと気が刺すんですけれども、小山さんやっぱり攻めたい棋風の方ですので、はい、ここは我慢といった、はい、そうですね、それここの形よりも渡らせないということを重視したのが今の一点になりますね、はい、はい、あの左辺が、はい、まあ、ちょっと黒っぽいんですよね。あ、そうですよね、やはり左上かけてあるというのは、はい、そういう印象になりますよね。ですので、まあ、そのあたりをちょっとこう消すような感じで、まあ、中央ケイマしていくような手もあるでしょうし、なるほど、まあ、悩ましいですよね、はい、あ、一回やっぱり、はい、やはり、はい、これはそうですね、黒としては目をつぶってるところですから、そうですね、白も決めておきたいところでしょうか、はい、つなげば完全に右辺の渡りはそうです、ね、まあ、ないと考えて良さそうな状態になりそうですが、はい、その代わり明らかに利かされですし、まあ、あの黒は攻めてるつもりかもしれないですけど、はい、白からしてもこの一応ターゲットと見る可能性もありますからね。黒17の10打ちましたね、はい、白18の10、うん、これは黒力強さを感じるデータです。そうですね、これは今すぐではないんですけれども、この2目の責任を重くしたかったんですよ、はい、なるほど、はい、やっぱり弱い石が1つだとその石を攻めるとそんなに簡単には、はい、
取れたりっていうことはないんですよね。確かにこう、うん、追いかけ方を間違えちゃうと片方に悪影響が出たりとか、はい、そうなんですよね。2つ弱い石ある方が攻め方ってすごい難しいですよね、うん、そうですね、はい、ですから、まあ、一旦桂馬、そうですね、やっぱりかかりづらいんですよね、うん、ちょっとずっと保留してますもんね。そうですね。黒12の10飛び、黒も自然に頭をまずは出していきました。はい、はい、うーん、あ、お、おしめさんの予想が当たりましたね。今日は泉先生は押したい気分なんじゃないかなと。5つ目の押しですね、はい、そういえば、てるみさんも、はい、あのお母様がアマチュア競合ですごく有名、ね、そうなんですね、はい、あ、右上行きましたね。黒17の6。今黒がここに打ったんですけれども、はい、ここに出てるおかげで、まあ、黒から打ちますか。あ、やっぱりね、今跳ねたところですね。はい、いただきました、ね、はい、じゃあ例えば続けてほしいですから、まあ、ここに打てるっていうのがこの出たも意味でして、はい、こうなるとやっぱり白の眼形がなくなるんですよね。もう一手で一気に、はい、なくなりました、はい、ただまあその代わりこれを打つことによって今度この手が復活するという意味があるんですけれども、この傷がなくなったからですね。そうですね、はい、この白がここになって強くなってくれば、まあ、渡ら2つ弱い石だったら絶対渡られたくないんですけれども、両方強くなっちゃいますもんね、はいはい、そうですね。ただこの石ももうだいぶ強くなってきたので、白9の17、ま、これを打つことで例えばこんな感じで渡ってくださいよと、はい、そうですね、はい、これとこれの交換だったら黒は結構、まあ、いいんじゃないかというふうにも考えてると思いますね。じゃあまた少し前と状況が変わっているんですね。そうですね、で今こうやってこうですね、一旦黒は羽で対応しまして、はい、そうですね、でこれは下がりまで打つかな、はい、どうしますかね、切りなどを決めるかどうかという悩みもあるんでしょうか。あとこういう手もあるのかな、でもちょっと薄いですかね。あ、このあたりの気持ち悪さがそうなんですよ、ちょっと薄さも感じるんですけれどもね、形的にはこうやって伸びれれば、まあ、こういう風にやってると、はい、美しい形ですが、あ、でもちょっと怖いような気もするんで下がりぐらいで打つ意味もありますかね、うん、これが一番手厚いというか。そうですね、これなら安全です、はい、で先ほどから申し上げてるのはここに白石があるので、うん、なのでここ止められてもまあこういう交換だったらしあの黒としてはそんなに、はい、悪くないですので、これもしなかったらって考えると結構印象変わります、ね、ないと、はい、まあ、この後例えば白がこんな風になったら大変すごくいい形になるんですけど、うん、まあ、黒がねこういう風になってますので、はい、そうですね。それのなので白はあの黒を跳ねられてもいいという判断ですね。ここで今2段までしたところで黒が考慮中ですね。はい、ですね、はい、実戦ここまで進んだところですね、はい、黒番の小山照美七段です。1970年1月3日生まれ、神奈川県出身。1987年入段、2023年7段、2024年の成績はここまで4勝1敗。第8期女流名人戦のタイトル獲得により本戦トーナメント出場。準決勝で大沢成美五段を破り決勝戦進出です。黒番の小山七段のプロフィールをご覧いただきましたけれども、はい、印象はいかがでしょうか。もう本当にね、女流名人戦で何度もタイトルを獲得して、はい、なんと3連覇していますね。そうなんですよ、はい、すごく印象に残っているのが NEC 春英トーナメントという、はい、あの全国を縦断する棋戦があったんですね、うん、それであのもちろん男性と一緒の棋戦なんですけれども、はい、その春英戦であの決勝戦まで進出したことがあるんですよ。かっこいい。そうなんです。今でいうあさみちゃんがこうやっているような成績を残されていたんですね。そうなんです。その時会場の皆さんのうおーという興奮がですね、相手の方はステージまで伝わってきて、はい、忘れられないですね。あの時の準決勝の相手は確か山田君代さんだったんじゃないかな。そうだった、ね、ちょっと記憶がかすかなんですけれども、はい、お客様が準決勝でてるみさんが勝った時にものすごい興奮状態になったのを今でも覚えてますね。ありがとうございます。では続きまして、はい、白番の小林泉七段です。1977年6月20日生まれ、東京都出身。1995年入段、2021年7段、2024年の成績はここまで4勝3敗。第1期女流棋聖戦のタイトル獲得により本戦トーナメント出場。
準決勝で桑原陽子六段を破り決勝戦進出です。対する小林七段の印象はいかがでしょうか。もう小林七段の実績は私が改めて、はい、説明するほどもないほど皆さんご存知だと思いますけれども、女流史上初のグランドスラムを達成したりですとか、もう歴史を作った一人ですよね。本当に数々の実績を残してこられてますね。またこう昨今の棋戦でもリーグ入りを果たしたりなど、もう今の時代でも活躍されている第一線の棋士ですよね。そうですね、もうずっと活躍されてて、であのもう皆さんご存知と思いますけれども、はい、ご両親が、まあ、小林光一名誉棋聖、そして小林麗子先生ということで、はい、あの泉ちゃん自身もご両親がプロと、はい、でまあ、おじい様も北に実先生という、はい、もう囲碁一家のまさにサラブレッドですよ ね、 すよね。そして今現在もあのご主人も超右段で、はい、娘さんお二人もプロ棋士と本当に代々伝わる囲碁一家で、うん、みんな活躍してますからね。ちょっとここまで来るとこの先の小林家と言っていいのかわからないんですけど、はい、歴史がどこまで続くのかも本当です、ね、ちょっともう歴史の教科書とかに乗りかねないくらい、ね、すごいですよね。ちなみに小山七段と小林七段は早打ちのタイプですか、はい、それとも結構じっくり考えるタイプでしょうか。あ、小山さん、てるみさんはそうですね、はい、もうそんなに長考派でもないですけれどもね、2人ともそんなに長考派でもないですけど、まあ、特別早打ちという感じでもないですね。さてこの2人なんですけれども、はい、これまで、まあ、世代も近いということもありましてたくさん対局されているんですが、対戦成績としては小山照美七段から見て4勝8敗となっております。かなり対局数は多いお二人ですよね。そうですね、星の上ではあの泉さんの方がリードしてますけれども、はい、直近の対局は2020年ということですので、本当だ、結構前ですねそうですね、まあ、これぐらい時間が経ってるとやっぱりこう両対局者 の、はい、あの歩みといいますか、もうその間にどんな勉強をしてどういう経験を積んで、うんうん、というかだいぶ碁も変わってきてますのでね、はい、あんまりこのデータはあのなんて言うんでしょう、まあ、参考程度というところですかね、まあ、苦手意識があるとかそういうことではないだろうな、はい、というところでしょうか。そうですね、小山七段が位高く挟んだところで白いコスミツケですね、はい、結構このコスミツケって AI が推奨しますよね。そうですよね、やっぱり地が欲しいんですかね、はい、AI 先生は。そうですね、小山七段堂々としてますね、はい、挟んでコスミツケにももう捨てることなく、うん、そうですね、戦いますという姿勢ですね。黒としてはいろいろ頑張って全部うまくしのいじゃえばっていう感覚ですかね、はい、今は、はい、まずは二間で飛び出していきました、うん、はい、少し前にもお聞きしたお話ではあるんですけど、はい、改めてこの女流レジェンド戦の存在といいますか、はい、このモチベーションになるといったところの気持ちを、はい、吉原先生にもお聞きしたいんですが、どうですか、この棋戦がこう登場した後の自分の感覚というのは。あの、はい、やっぱりこう目標を持ちやすいっていうのはすごくあって、あの、まあ、本当はあの普通の女流棋戦でも、はい、あのベテラン勢が活躍できるといいんですけれども今本当に若手がすごく強くて、しかも層も厚い、そうなんですよ、人数がいっぱいいる強い子が、強い人がいっぱいいるので、はい、先ほど小林七段がインタビューの中で今本戦に出るのも大変だっていうお話をされてましたけれども、本当に今競争が激しいので本戦にベテラン世代が出場できるって本当に大変なことなんですよね。まあ、そういった状況ですので、なかなかこう女流棋戦で優勝するぞとかこう簡単にはこう言えない現状があって、まあそれだけあの女性の棋士たちの層が厚くなってるっていうのは素晴らしいことではあるんですけれども、うん、はい、喜ばしいことではありますよね、はい、でもやっぱりこう、まあ、あのタイトル取りたいなみたいな思いは、あのいくつになってもありますので、ありますよね、はい、そういった中でこういった棋戦をやっていただきますと私たちにとっては非常に大きなモチベーションになりますよね、うん、はい、一番
今ここに打った時に、もう打っちゃうかな、あ、ここに行きましたね実戦は、はい、嫌なのは、まあ、ここがちょっと気になるんですよね、やっぱり、まあ、取れますからね、はい、でこれで簡単につながっては、あ、ごめんなさい、いけないんですけれども、まあ、例えばちょっと極端なやり方ですけれども、こういうふうにやっていけば、はい、切れるわけですよね、ですので、まあ、白としてはこうやられたらこう切る手があるから、まあ、まずはここを打ってこの石を補強しながら、この黒とこの黒を分断していこうというのが白の作戦ですよね、はい、なるほど。で今黒がここに打ったのは、はい、もしこういうふうに受けてくれれば、さっきみたいにこうなって全然形変わりましたね、はい、こうなった時にさっき当てて出切ったんですが、そうなんですよ、こうなった時にちょうどこれがいいところに、すごいところ、はい、いますので、こうなればこれで黒はつながれるから十分という意味で事前にここに打ったんだと思います。なるほど、これ何も考えず受けるとちょっと痛い目に、そうですね、遭いそうですね、ですので、まあ、逆に言えば白はこれですと簡単につながってしまうので、まあ、それか切った時に何かちょっと違うことをやるのかもしれませんが、一応こう一目捨てるみたいなこと、はい、まああります。でもちょっと捨てたくないですね、自分も怖いですからね、はい、ですので、まあ、そういったことをこの黒は言っているんだと思いますね。なるほど、切って抱え袋の狙いなんですね、はい、そうですね、少し苦労してもらいたいなっていうのが今の白の思いかと思いますね。あとこうつながられたせい、自分が薄くなったりしたらちょっと嫌ですもんね、手厚くなってつながるとかなら全然、はい、そうですね、はい、惜しいですね、はい、白6の16黒10の15切り、白9の16次、これまた厳しそうな手が出てきましたね、テルミさんらしいですね、はい、これはもうどっちかって言ったら白の方が薄いんじゃないですか、はい、と言ってるのではないでしょうか。テルミさんは結構好きな流れになる、うんうんような気がしますね。むしろ本人としてはまだまだ攻められるぞ、はい、ちょっと元気があるくらいの、もしかすると形勢あの評価値逆だと思って打ってるかもしれないですよ、はい、これは攻めれるからいけるぞと、はい、そうです、はい、白もこれはやはりこう黒の傷をちょっと強調しながら守りたいという手でしょうか。そうですね、これはあのまあさっきこう、あ、ちょっとやった方が早いかな、あ、打っちゃいますね、はい、押さえまして、うん、黒8の14ここで悩ましいんですよね。あー、良さそうな手白10の13ここに黒に打たれると白が分断されるので、はい、お互いにとっての急所というか、そうですね、あのここいつでも切りも残ってますし、はい、あとまあちょっとあの美しい手ではないんですが、打ちづらい手がありますが、はい、まあ、こうやってここに打っていればこの4つを全部取ることはできているんですね、はい、ですけれどもこうなった時に白としては今度ここにやると、これもちょっと、はい、頭出すのも厳しそうな感じですか。そうなんですよ、はい、これは取られるけれども、まあ、こういうふうに打っていれば、うん、今度これが危ないですよということができるわけなんですよね。これもし助かっても結構ひどい目に遭うことは、はい、そうなんです。ですので白のこの手というのはここの部分だけを見た手ではなくて、うん、こちら側も意識した一着 でかつこの石とこの石がつながってますので、はい、これもし何かこうやって受けてしまったりすると、はい、まあ、こうとかね、こうとかなんか出られて、今度これとこれ分断されますので、それで今これを打って、はい、こういってこうつながることによってこの石が薄いですよということを見ているんですね。全局的な判断力が問われる局面でしたか、はい、さて黒は切りました、うん、そうですね、やっぱりちょっとこれあまりにも、はい、打ちづらかったんでしょうね。で、まあ、こうやると一応白は、まあ、何かこうとかやっていればつながってはいるんですね、はい、ここで当たりにできますよね、はい、ただ今度つながった代わりに今度またちょっと今度こうすると
薄く見えてくるんですよね。さっきまでこの黒次当たりにできたのでもう全然強い形に見えましたけれども、抜ききちゃうと一気に薄く見えるような。そうなんですよ。この辺りが難しいところでね、お互い非常に悩みながら行っていって選んでると思いますね、うん、確かに。でもこれもちろん、はい、こう助けても、はい、黒のが窮屈と判断したら助ける手もあるんですもんね、はい、判断が問われる局面ですね、はい。小林七段はでもなんかオールラウンダーというか、そうですね、読めるし戦えるけど、はい、そうじゃない展開も、そうですね、結構形勢判断がすごく正確なイメージがあるんですよ。 あ、行きましたよ。行きました。やはり木部さんと似た白11の感覚でもこれ結構全人類やっぱ欠けたいという説はあるんでしょうか。これはやっぱりちょっと欠けてみたいですよね、はい。こうやったら、まあ、これで一応桂馬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 全部桂馬、珍しい形ですね、うん、で一応まあ止まってはいるんですけれども、まあ、やっぱり桂馬だらけなので若干薄いっていうこともありますし、うん、あとここも意外とそんなに目がないわけではないのかなっていう感じはありますよね、うん、確かにこの空間がもし黒っぽくなればそれだけで十分目はありそうな、そうですね、まあ、大体この辺に来られた時もちょっといろいろ傷もありますので、うん、なんかもうこんなことしてる元気があるかと言われると、ね、はい、なんかそれはちょっとやりすぎかもなっていう気はしてきますもんね。うん、お互いやっぱりちょっと怖さを抱えながらですよね、うん、だからこれすごく迷ってたんだと思いますね。例えばこの後こうつながって、はいはい、そうですね、部分的にはそうですね、まあ、ちょっとでもこれは打ちたくないかな。確かにもうちょっとこれだとこういう風になって、なんかこういう風な一個の取り方だと嫌ですよね。生きれてもっていうやつですか。これはこうなってこんな風になったらこれは生きれてもという感じなので、もうちょっとなんかスマートにやりたいですね。もう堂々と伸びたいぐらいですか。そうですね、あ、伸びたいぐらいですね本当に。それでなんか来たらもうここ破っていって、この白とこの黒の攻め合いぐらいの気持ちで行きたいですよね。激しい、すごい激しいことになりますね。うん、やっぱりでもそういう薄みがあるのがちょっと桂馬の悩みどころというか、で逆にこれを打っちゃっているとこれが効いてこういう風になっていると今度はちょっとさすがに白もいきなり怒られてもおかしくなさそうな、そうなんですよね。これはちょっといろいろ薄みがあるので、はい、羽出しこすりつけこすりつけつけとかいろいろありそうです。これはちょっといろいろあって白も怖いですね。だからこれをやる前に、うん、保留なんですね。今だったら例えばこうやってこうやってこっちから効かすかもしれないですし、確かにこれが来たら攻撃できるとなれば、はい、状況が違うので、それもあって、うん、先に白は先に行ったところですね。逆にこうなんやかんややるうちにこの辺りがすごい熱くなったら、はい、今度はまた助ける手が厳しくなったりもしそうでしょうか、はい、ですのでここに言って黒のちょっと出方を見てるというのが今の局面ですね。はい、行きましたよ。行きましたね、はい、でも止めますよね。これ次こすまれたらちょっと変えられないかも。これはこうだと思いますね。下系とかいやでもちょっと今違う、これはこうじゃないでしょうかね。どうするのかな、その後。これも逆にもしここに石が来たらと思うと、なんか一気に全部が薄くて、そうですね、止めたいですけれども、どうなんでしょう。いや、これはまだ打ってないですね。うん、こうなると思いますけれどね。はい、白も右辺からの白の一段もそんなに強いわけじゃない。行きました。確かに行きました。これ全部つながってますみたいな顔してますけど、はい、別に桂馬の場所一箇所もつながってはいないというか、そうなんですよ